史上最強豪華ゲストの北村みなみさんと北村匠海さんです。よろしくお願いいたします。本日なんですけど、2人が出演されている映画のイベントに呼んでもらえて、その中のイベントの中で出ちゃったらいいんじゃないみたいな最高の振りを MC さんがしてくれて、本当に出ていただけるという形に急遽なってありがとうございます。嬉しいです。本当に大ファン。そうなんですか。現場に MC さん入ったらハタハタしてる。本当ですか。嬉しい。ありがとうございます。で、私急遽お二人伝えてられてちょっと時間があったので小1時間ぐらい本気を出して、せっかくならってことで、私恋愛ドラマ少女漫画大好きなんですね。でも出たことないんですよ。まだ出たことないから一回でいいからそういう少女漫画のヒロインみたいな体験をしてみたいということで台本書いてきました私の都合のいい世界観で台本を書いてきたので、ちょっとこれは即興劇じゃないんですけれども、はい、即興で軽く目通していただいて演じていただこうかなって最高最高ですか。ちょっと見ていただいたら軽く説明しますね、視聴者の方に。私は冴えないぽっちゃりの女の子なんですよね。僕は冴えない女の子なんですけれども、ひょんなことからバンとこの2人がカップルっていう設定でぶつかっちゃってみたいな、どうしようって。2人がね、ちょっとなんか今時系の冷たい系のオラオラ系カップルで、何あのダサいよみたいな、こけたんだけどかわいそうって言ってやんだよからのかわいそうに拾ってあげなよみたいな感じで拾います。そこで私がダサってなった瞬間にメガネが取れるんですね。で、その瞬間恋落ちるんですで、ここのセリフ、ここのセリフ大事にしてほしい。あーあ、出会っちゃったで、その瞬間もうすぐにみなみちゃん別れよって言ってもらって、で、みなみちゃんなんでよって言うんですけれども、結果的にやっぱ私を選んでもらうっていう最強のあれですね。いいっすね。いいっすね。ビクビクにするから。いやでもみなみちゃんのこういう役見たことないです。悪女というか感じ悪い感じ、あ、ジョルイカンでのみなみちゃん、ちょっとみなみちゃん出ちゃった。おばさん、見たことないから楽しみだなって思ってます。大丈夫ですかね。はい。私の名前は、エミリンこと、大松エミ。背は低いし、彼氏もいない、ぽっちゃり体型の奥、普通な、冴えない女の子。ああ、今日も何かいいことないかな。はい、これ最後です。はい、あ、この はぁ、あんなことどこ行く。ごめん、みなみ頑張れよ。はぁ、何名前なの。あ、エミです。みんなからはエミリって呼ばれてます。悪い、出会っちゃったわ。え、俺と付き合ってくれ。え、ちょっと待ってよ。え、私と別れるってこと。そんでこの女と付き合うって本気で言ってんの。こんな冴えない女、推定158センチ、70キロのこんな女を選ぶわけない。そうですよね。私なんかがこんなイケメンに好かれるわけなんかないし、そんなありえない。キュッ、好きだ。俺はもうお前のことを彼女だと思ってる。完璧じゃないですか。 OK です。バッチリ。はい、すいません、本当にありがとうございました。お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。最高です。あそこの一言聞いてましたね。出会っちゃった。絶対に断られてしまうかなと思ったんですけど、本当にお二人とも優しくて本当にありがとうございました。でもこう恋愛をねやらせてもらったんですけれども、二人なんか恋愛系の映画をされてるって聞きましたどうぞ待ってやった。8月14日日本までフリフラで、僕ら3年ぶりの共演でですね、さっきのような感じではないですけど切ない物語になってます。切ない物語、はい、本当に見てほしいです。私も見たんです。めちゃくちゃもうなんかネタバレしちゃいそうだからあんまりないんですけど、すごいもどかしいんですよ。でも恋愛したことある人だったら一回は共感したことある何かが絶対あると思うので、絶対に見てください。はい、お願いします。というわけで超豪華スペシャルゲストのお二人でした。ありがとうございました。